イベント決定。2月の21日、場所がセレネさんです。セレネさん概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラーライツエッティスタジオ、よーエッティスタジオです。ちょいちょい叩くんじゃねえよお前は。うわーうわー、お前絶対今日怖い思いする。本日はやべえものが映りましたので。またかよ。こちらを最後に紹介するといたしました。最初はいつも通りジャブの調査班ホラーナイト。ホラーナイトいつもありがとうございます。最後に紹介する動画は結構えげつないです。マジっすか。少しでもビビった方は高評価をしないと終わります。よろしくお願いします。すればいいんだよね。はい、お前も始まってます。もう大ふざけるからな。じゃあ一つ目の動画です。海外のあまりに怪奇な妖怪参戦っていう。出たー。1分8秒に物音がします。物音、親戚であることには変わりない。親戚じゃないよ。まあその話を聞けるの。なるほど。ああ今聞こえたわ。手前らへんのやつです、ね、コンみたいな。かすかに聞こえたね。親戚であることには変わりない。親戚じゃないよ。まあその話を聞けるの。ああ聞こえてるね。よくわからん音。いや普通に考えて、おかしい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 。カメラの後ろっぽいね。そうだね、後ろだったね今ね。歩いているのか、それとも何かを踏んだ音なのか、確実に我々ではあります。もちろんいないからね、他のメンバーいるわけがないから。うーん、何を笑ってるの。共演の格好好き。何が面白いんだよ、これの。そんな思んないよ。まあまあ、俺も思いよ。俺、こんな色してたっけ。それ、あった。こんな色してたっけ。じゃあ、二つ目に参りましょう。5分16秒。どの電気が勝手に消えるらしい。え、やばい、それ。どういうこと。いきます。牛の糞に化けたりするんだよ。牛の糞。すっごい。そう、こうですよ。おっ、なになに、急に黒くなってない。ほうほう。そう、明るいね。牛の糞に化けたりするんだよ。牛の糞。そう、こうですよ。ほら、やばい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 。待って、どういうこと。どういう状態。こっちやん。なんでこれ。これやばい。あれ、これ何。やっぱり編集の後に現象起こしてる。起こして。アップしただけでしょ、その場。うん、これカットじゃなくてアップだからね。すげえよ。え、しかも暗、めっちゃ暗。その後めっちゃ暗くない。色がちゃうもんね、まず。え、ってなんでや、ここんな明るい。そこだけなんで明るい。7分15でも同じような現象があるみたいです。まだあんの。海外のなギャグなの。おもろいよね、普通に。奥さんがいるんだけど、普通に。奥さんがいるんだけど、普通に。奥さんがいるんだけど、うわ、は、おかしいよ。え、やばくない。いや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 、なんで、どういう原理。階段の電気がついたり消えたりしてるってことでしょ。そういうことなのか。え、そうでしょ。気づかないうちに。で、やっぱそこすごいんだ。そんなパッパパッパがならない。で、やっぱそこすごいんだ。そんなパッパパッパがならない。パッパパッパがならない。パッパパッパがならない。6分24から27の辺でオーブがあるらしいです。エピトミ？エピトミじゃないです。まあこれもまずは画像を見てもらいましょう。まあこれもまずは画像を見てもらいましょう。おお、長っ。あ、でかい。動きもあって。でかいし長いし。まあオーブごときは僕たちは余裕なんとも思いません。続いて心霊ありのね、アマゾン最低評価の福袋を開封した動画ですね。ほう。5分52。ウーが入ってます。ウーが入ってる。まあ声が入ってる。声、あ、今も払ったらまあまあな来なきゃダメ。福袋ってお得じゃなきゃいけないんだよ。そうだ。どう考えても喧嘩割れてる。ウーじゃない。フーってやつじゃん。いいよ、今も払ったらまあまあな来なきゃダメ。福袋ってお得じゃなきゃいけないんだよ。そうだ。どう考えても分かんない。え、ウーじゃない。いや、ウーは多分 BGM でしょ。ウーの前のそう、フーみたいなみたいななかった。大気っぽい。あ、大気なんだこれって。なんか似てるわ、あれ。あ、ガンツの。いや、違う俺が前着てた赤いさ、トレーナーのここにおったやつ。シンプソン。シンプソン。誰がシンプソンだよ。シンプソンズおるやん。こんな目玉でかくないでしょ、俺こんなね。目ちっちゃいんだから、シンプソンじゃねえよ、お前。シンプソン…調子悪いな、お前。絶頂。続いて9分26でデカめの声が聞こえるらしい。デカめの声。あれ、もう一回やろうよ。もう一回やりますか、じゃあ。やろう、あれ。いや、大輝だ。あ、大輝だ。これは大輝。調査班の皆さん、これは大輝です。いつもの大輝は。おー、調査班ちょっとあの極端だから。すんげえとこ見つけたり、めっちゃメンバーの声だった。そうだね。この動画問題ない。この動画問題なさそうだね。なるほど。
診察みたいな。問題ない。はい、問題の動画です。問題、冒頭からは心をしっかりして見ていきましょう。まあ、閲覧注意はかけておきます。その前に一応この動画のね、調査班も見ておきましょう。5分10秒ですね、まずこれは本題ではないんですけど、はい、ゾンビの目が動くと。ゾンビの目が、とうとうこれが現象になるときに。マジ？動いてる。なんか違和感がすごい。あ、ほんとだ。この時にちょっと開こう。両目動いてる。開いてる。最後だ。うん、最後。ちょっとめっちゃ怖いって。怖いな。怖っ。それ開いてんの今。開いてない。開いてないよ。うん、開いてない。結構やばいやつ。開いてるね。え、これを差し置いて、やべえやつ。やべえやつ。皆さん、ここから閲覧注意です。本当に心臓の弱い方は、バックをお願いいたします。心臓弱いです。4分10秒。ああ。たつきの左肩から指がサッて出てくる。指がサッて出てくる。マジ？マジ？ガチです。左肩？左肩です。え？すげえ。結構やばいです。普通にやばい動画です。いきます。そのパターン。普通こんなもんしか飲まないから。この人たち異常だから。お、お。うわぁ、やってる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 。おかしいおかしい。またこの席。え、マジで？やばいの。やばいよ。共鳴の手ですかみたいになったけど、ありえない。ありえない。一本だけ角度か無理。そもそもこれ絶対違う。絶対こっからこうは無理でしょ。腕動くもこんな。動くも絶対動く。そうだよね。絶対これやばいわ。てかちょっと待って、3分ここでしょ。同じような感じでやってみて。こうなっちゃう。まあそれはそうだね。腕を伸ばさないで。半端ない速度。超速いよね。超速い。おいや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 、ありえないありえないありえない。これやばい。めっちゃ気持ち悪いじゃん。これのコメントがもう圧倒的多すぎて、いろんな人が言ってんの。本当だ。もうトップに来てんの。うん。もう一回ちょっと色どうなって。指ちょっと突き止めようか。お、色やばいな。ちょっと冷静に、青白いというか冷静に色やばい。やばいやばい。この指見てみ。全然違う。本当だ。全然違う。指のさ、長さ的によ、たつきの肩のさ、この辺に急に手あるわけじゃん。うん、ここぐらいないと無理だよ。そう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 。腕が。そう。こういう状態じゃなきゃ無理だよ。うんうん。ここでも指が出てくるしさ。指出てるのが前が細い子供の指みたいなやつ。そうそうそう。で、青白い。完全に一致してた感じはしますね。わぁ、子供の霊感。ちょっと気味が悪いなという。これは久しぶりに。いや、きついな、これ。えぐめのが、えぐめのがあったので、紹介したと思います。ということで、これからも引き続き、調査班の皆さんと、この絵で、僕たちはホラーナイトをやっていきますので、少しでもゾッとしたら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。またぐるるって言ったわ。ここら辺で、カタカタ言ってるか。聞こえた、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 聞こえた。マジ？言ってた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 よ。あ、鳴ったね。今完全にちょ、もう走ってるというか、えぐ、久しぶりにえぐかったんで、ちょっとやばいって。マジでやばいってやばいってやばい。やっぱり掘らないとはすっごい。うん、なんか当たり、おーとか言ってなかった。おー、俺何も言ってない。おぉ、おぉとか言ってます。何も言ってない。この家で何が起きているのか、真相は
闇の中ですね。そんなパッパポッパがならないやばい。よろしくお願い。